アメリカで数学教師を目指されているということですが、志したきっかけを教えてください。先生になりたいと思ったのが、高校時代に結構お世話になった先生がいて、すごいアドバイスで前向きになれたのと、結構受験とか精神的につらかった時に本当に、まあ、助けてもらったのと、で、あとは結構自分の強みである、よく友達に言われるんですけど、なんか優しいとか、結構人の話を聞けるとか、そういう、まあ、強みに生かせる職業だと思ってます。で、なぜ数学ということが、ちょっと長い話になるんですけど、私はもともと数学がすごい苦手で、中学時代もあまりなんか数学の、なんだろう、面白さとか全然分かってなくて、成績も平均くらいで、のんびりとちょっと過ごしてたんですけど、やっぱ高校時代になって、さすがに大学とか、大学以降のことをちょっと意識し始めて、なぜか当時習ってた数学の先生がすごいいい方で、で、尊敬できる方で、で、かつ結構クラスメートもわかんないところをすごい教えてもらったことがあって、で、私も数学ちょっと、まあ自信がついて、で、翌年にちょっと難しい数学特進クラスに入ったら、そこでまあ苦労したんですけど、そこからなんか平均の成績から平均以上の成績に上げるという作業が結構好きになって、その成長を通してやっぱり数学って面白いなと感じるようになりましたし、あとは後輩とかにも数学を教えることに なったのもありましたし、ちょっとまあ個人的な話になるんですけど、結構アメリカの問題としてはなんか数学の先生とかステム系の先生が足りてないとか、女性は数学はできないとか、そういうバイアスがちょっとあるので、アジア人数学できるというちょっとバイアスはあるんですけど、できるだけなんか数学のそういう風な偏見を取り消したいという思いもありますね。一般的に日本人が、まあ、椿さんの場合はそのアメリカの国籍も持ってらっしゃるので、まあ、純粋な日本、普通の日本人ではないとは思うんですが、その一般的にですね、日本人がそのアメリカで数学教師を志そうと思った場合、どのようなルートでなれるんでしょうか。日本みたくその教員採用試験みたいなのがあるんでしょうか。教員採用試験というか教員免許はあります。で、教員免許を取るためにほとんどの場合は多分大学院に行かないと いけないと思います。大学院で多分 Masters and Teaching というデグリー名なのかな。で、それで大学院のマスター修士プログラムで1年とか2年とか通して学びたい分野の知識と、あとは実務経験で実際に教室に行って教える経験を積んで、最終的にその特定の種の教員免許を取れますね。で、州によっては結構、例えばカリフォルニア州の大学に行ってカリフォルニア州の教員免許を取ったんだけど、なんかアイダホ州とかなんかどっか別の州で教えたいってなると、またちょっとそこは手続きが必要な感じです。私もちょっと詳しいことわかんないんですけど、ご州ごとにこういう免許が必要という場合が多くて、で、もしもこの州で教えたいっていうことだったら、その州にあるなんか大学院とかで学ばれた方が一番コスト的にいいのかなと思います。日本でいう弁護士や会計士は、まあ、その全国津々浦々統一の試験を受ければ、まあ、免許がもらえて、まあ、教員の場合は東京都など東京都愛知県愛知県というのを受けなきゃいけませんが、アメリカの場合はその州で働きたい州の大学院を卒業すれば免許がいただけて働けるチャンスが巡ってくるという感じですかね。そうですね、州の教員試験みたいな感じで、一応州ごとにあるんですけど、それも多分ほとんどの場合は大学院在学中で合格しなきゃいけないとか、そういう要件かとかプログラムに書いてあることが多いので、卒業後はまあほぼほぼ自動的にその州の教員免許を取れることが多いです。 UW 卒業後ですね、椿さん、まあ、教員を目指されているということで、はい、卒業後のプランとしてはやはりその、はい、マスターオブティーチングを取りにどこか行かれるというプランでいらっしゃいますか。はい、マスターズインティーチング
を取りに大学院には行く予定です。一応今のところシアトルすごいいいなとなんか魅力を感じてるので、シアトルというかワシントン州内の大学院、ユダとは含めて、もう視野に入れてますが、カリフォルニアも結構、まあ4年間いたので、カリフォルニアもすごい待遇がいいと聞くので、カリフォルニア州内の大学院、UC とかリベラルアーツとか、大学受験の時に受けた大学もちょっとまた、そういう教員免許のプログラムがあるか調べて、で、もしかしたら応募すると思います。大学院を出て、で、こっちで、アメリカで数年ぐらい教えて、そこからまた進路をちょっと改めようかなと思います。どっちみち教員とか何かしら教えるお仕事にはなると思うんですけど、一応 IB の資格もちょっと興味がありますので、IB の資格だったり、もしかしたら、なんか日本に帰りたくて、日本のそういう IB の試験を取って、で、日本のインターとか、一次情報とかで教えるという選択肢もありだと思ってます。仮にアメリカの何々州の教員免許を取れたとしたら、まあ、それは別に日本の教員免許じゃないので、まあ、普通の公立高校では教えることは難しいと思いますが、仮に日本のボーディングスクールやその IB 校ですね、IB 校で数学教師として教えたいという場合は、これは可能なんですか？多分学校ごとのプログラムによると思うんですけど、IB 校とか、インターとかだと、多分、教員免許プラスで IB 関連の試験が、またちょっと大学に行く必要があるかもしれないですけど、それを取れれば、採用されると思います。最後にですね、ワシントン大学シアトル校の数学専攻の、生活されてみて、メリット、デメリットを教えてください。メリットはそうですね。すごい数学の研究とかしたかったら、各分野のなんか著名な教授の方が結構クラス教えてる方が多いし、あとは UW の制度自体、大きなクラスで、大学の一般的な講義プラスオフィスアワーって呼ばれる、すごい少人数の30人くらい、20人、30人くらいの少人数の授業があるところが多いので、で、クイズセクション、行ったり、あとオフィスアワーで結構教授とかあとは TA の方のオフィスアワーに行って、で、いろいろ数学関連の質問ができたり、自分から求めればサポート多いと思います。まあ、逆にデメリットとしては本当に授業を受けてるだけでは、すごいやっぱり内容を理解したとか、あんまりそういう自動的な一方的に授業を受けてる感じだと、本当にサポートが少ないと感じることが多いので、できるだけ自分から積極的に、助けを求めたり、クラスメイトに話しかけて、一緒に勉強会やろうとか、何かしら人と一緒になんか課題とか、進める必要があると思います。椿さん、本当に、今回はお忙しい中、インタビューを受けていただきまして、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。You are beyond my wildest dream.